皆さんは豚というものに転生したいと思ったことはないだろうか。僕は豚に転生したら一巻の終わりだと思っていたのだ。だがしかし、豚のレバーは加熱しろという作品は、視聴者が本当に豚になりたいと思わせてくれるのだ。まあ豚になりたくない理由として、豚は全く喋れん、というのがあると思うのだ。それを解決してくれるのがこの美少女だ。なんと心が読める能力持った種族らしい。美少女の名前はジェスというのだ。ジェスは駒使いの種族と言っていたが、首につけているやつは霊族の首輪って感じがするのだ。それはそれで表現として素晴らしいんご。あとこの美少女は優しすぎてやばいのだ。あれを見たいと言ったら見せてくれそうな素振りをしていたので、オレオレ詐欺とか普通に引っかかりそうで怖いのだ。美少女もやばかったが豚もかなりイカれてる。モノローグとか言い出して心の中でキモいことを連発して話し出すのだ。こういうオタクがよく考えてそんなことを妄想しだしたりとか、美少女にケツを叩かれるために必死になったりするのだ。あと1話でこれを出してきた瞬間に、これは神アニメと確信したのだ。でも一番驚いたのは1話のキャスト2人だけってこと。異世界転生を実況してみた的なノリかよって感じにはビビり散らかしたのだ。皆さんは豚レバの1話どう思ったか、よければコメントしてほしいのだ。それではご視聴ありがとうなのだ。